皆さん、こんにちは。アニメの声を演じる声優。最近は声の仕事だけでなく、歌手や俳優としても活躍している声優が増えています。仕事の幅が広がってきたことで、職業としても人気があり、目指している若者も多いようです。そんな声優ですが、長年同じキャラを担当している声優が多くいます。年齢を重ねるにつれて声も変わってきますが、声優の中には年齢を聞いて驚く人も少なくありません。実年齢とは関係なく、子供や赤ちゃんの役など年齢を重ねても変わらず続けている声優も。そこで今回は、実は60歳以上と知って驚く声優をランキング形式でご紹介します。38位は塚山正音さんです。年齢は80歳です。代表作はスチームボーイのエディ役、ワンピースのゴールディ・ロジャー役の2代目などで知られています。俳優としても数々の作品に出演されています。37位は橋高也さんです。年齢は72歳です。代表作はされど罪人は竜と踊るのモルディーン役、宇宙戦艦ティラミスのベンチュリー・ルロワ役などです。舞台やドラマなど俳優としても活躍されています。また吹き替えでも評価が高く、ハリーポッターのスネープ先生の声以降、スネープ役のアラン・リックマンの吹き替え声優として知られています。36位は島田敏さんです。年齢は69歳です。代表作はちびまる子ちゃんのおじいちゃん役や、機動戦士 Z ガンダムのパプテマスシロッコ役などです。役柄としては主役脇役を問わず幅広い役柄を演じ分けています。また吹き替えではスティーブ・カレルやマーク・ハミルの声を多く担当しています。スーパー戦隊シリーズでは幹部クラスに相当する悪役を多く演じています。35位は飛田信夫さんです。年齢は64歳です。代表作は機動戦士ガンダムの神指団役、ちびまる子ちゃんの丸尾くん役、たまちゃんの父役などです。アニメ、ドラマ CD、ゲーム、外国映画や海外ドラマ吹き替え、舞台俳優などの各分野で活動。繊細な少年、心優しい青年、熱血感キャラ、冷徹な敵役、ギャグキャラまで声質や演技を使い分けて表現されています。アニメ版星のカービィではコック川崎役など10キャラクター以上の役を担当していました。34位は千葉茂さんです。年齢は69歳です。代表作は悠々白書の桑原一馬役、ワンピースのバギー役などです。声種はバリトンですが、甲高く個性的な声、編成前編成後の役も演じ分けています。声優としてはアニメ、ガイガを中心に活躍しています。収録の現場ではアドリブを入れることを特徴としており、まれにアドリブ内容が過激になりすぎて放送できないとしてボツとなり、スタッフ側から自主クレーを出されたこともあるほどです。33位は土井美香さんです。年齢は67歳です。代表作はワンピースのコビー役、モンスターストライクザ・ムービー空の彼方のエレナ役などです。舞台女優としても活動されていたり、ミッキー&フレンズのメンバーであるデイジーダックの日本語版専属声優も務めています。32位は尾形健一さんです。年齢は81歳です。代表作は名探偵コナンのアガサ博士役です。俳優としても数々の作品に出演されており、 NHK 大河ドラマに出演されています。声優、舞台役者以外では東京声優アカデミーとヒューマンアカデミーで講師を務めていらっしゃいます。31位は堀内健雄さんです。年齢は66歳です。代表作は機動戦士ガンダムダブルゼータのマシ・ユマーセロ役、恋する天使アンジェリーク心の目覚める時のオスカー役などです。声優業を開始した当初については、素人同然で声優になったため無我夢中で演じても全くうまくいかず、毎回居残り練習の連続だったといい、地獄だったと当時を振り返っています。2012年には第6回声優アワード富山慶賞を受賞しています。30位は池田秀一さんです。年齢は74歳です。
代表作は機動戦士ガンダムのシャア・アズナブル役、ワンピースのシャンクス役などです。声師は針のあるバリトン、シャア役をはじめ理系の敵役で知られています。シャア役以降、ワンピースのシャンクス役などの赤いキャラクターを演じており、2011年のアイアンマンのアイアンマン役の吹き替えを務めた時のインタビューも、もう赤だったら何でもやりますよと語っています。29位は銀河万丈さんです。年齢は75歳です。代表作は機動戦士ガンダムのギレン・ザビ役、ワンピースのモーガン役などです。声師はバリトン、ローバリトン。多数のアニメ、テレビ番組、洋画、ゲーム等に出演しています。テレビ番組や CM のナレーターとしての活動も多いです。役柄では威厳ある悪役の声を得意としています。中でも機動戦士ガンダムのギレン・ザビ、装甲騎兵ボトムズのジャン・ポール・ロッチナのような役柄を多くこなし、本人もそうした役柄を好む発言をしています。タッチの原田翔平のような無口な役はつまらなかったと発言しています。また父親役を担当する機会も多いです。28位は高野うららさんです。年齢は62歳です。代表作は桜桃子劇場こじこじの次郎役、桜大戦のマリア橘役などです。海外ドラマ、洋画の吹き替え、アニメ、ゲームのアフレコ、ナレーションなど幅広く活躍しています。元気のいい少年役から色っぽい女性役まで幅広い役柄で活躍、ジャズシンガーとしても活動しており、アルバムも出しています。27位は八岡月さんです。年齢は64歳です。代表作は機動戦士ガンダムダブルゼータの受動アーシタ役、ワンピースのフランキー役などです。テレビアニメ、映画、特撮、吹き替えなどで活躍されています。舞台にも数多く出演、音楽活動もされています。これまで2枚目のヒーロー役、冷徹な悪役、コミカルなキャラクターまで様々な役を演じています。転機になったのはデビュー当初演じていた爽やかヒーロー系から悪役、癖のある役が増えていったことです。爽やかヒーロー系のキャラクターは必ず台本の最後がカタカナで3つ以上、爽やかに笑うシーンで終わり、海で女の子と水を掛け合っているような爽やかな笑いが非常に難しかったそうです。何かの作品で悪役の笑いをしていた時はものすごくしっくりきたんだとか。悪役ですが、セリフ一つ取ってみてもいろいろな演技が試せることから、きちんと筋が通っている役の方が面白いと話しています。26位は大川徹さんです。年齢は63歳です。代表作は鋼の錬金術師のロイ・マスタング役、マクロス・フロンティアのジェフリー・ワイルダー役などです。声優としてはアニメ、ガイガ吹き替え、ゲームなどで多数活躍しています。2枚目、3枚目、悪役、年齢の幅も広い役を演じています。鋼の錬金術師のロイ・マスタング名義で出したキャラクターソング月の裏側はオリコン11位を獲得しています。2017年12月9日には病気療養のため活動を休止することを発表しています。その後2018年7月6日に体調を考慮しながら徐々に仕事を再開することが発表されました。25位は大塚明夫さんです。年齢は64歳です。代表作はメタルギアソリッドのソリッドスネーク役、スティーブン・セガールの吹き替えなどです。洋画吹き替えにおいて数多くの作品に出演、低く渋い2枚目役を演じています。初のゴールデンタイムでの主役の吹き替えはレッドスコルピオンのドルフ・ラングレンでした。銀河万丈と源田鉄章と並んでアーノルド・シュワルツェネッカーとシルベスター・スタローンの両者を吹き替えた経験を持つ数少ない人物でもあります。その他ナレーションやアニメ、ゲームでの出演作品も多数。代表作の一つ、ブラック・ジャックはもともとは俳優の内藤剛志さんが演じる予定でしたが、内藤さんが急病で降板することになったため急遽代役として演じたことがきっかけとなり、ブラック・ジャック役が決まったそうです。
24位は大塚芳忠さんです。年齢は69歳です。代表作はナルトンのジライア役、鬼滅の刃の鱗滝左近次役などです。声種はバリトン。洋画の吹き替え、アニメのほか報道やバラエティ番組におけるナレーションも多いです。一番思い入れの強い作品にはテレビアニメナルトンのジライア役を挙げており、テレビアニメになると知り出演できないか考えていた。そのタイミングで師匠役という重要なキャラクターに抜擢され、嬉しくて興奮したそうです。23位は榊原涼子さんです。年齢は65歳です。代表作は機動戦士 Z ガンダムのハマーンカーン役、風の谷のナウシカのクシャナ役などです。強端な性格の指導者役で知られています。本人は自身の職業をボイスアクターと称しています。役を演じるにあたり、細かく設定や背景、癖などを踏まえて繊細で人間味にあふれる演技をいつも志しているそうです。これまで演じた役の中で一番印象的だった役として、映画ロミオとジュリエットのジュリエット役を挙げています。22位は平野文さんです。年齢は68歳です。代表作はうるせえやつらのラム役、ワンピースのマザーカルメル役などです。声優として自身が演じた中で気に入っている役柄はうるせえやつらのラムとアニメ三銃士のミレディ、恋子の毎日の恋子であるそうです。当初ミレディは代表作であったラムとは正反対の悪女の役柄で、当初は自分が演じられるかどうか不安に思っていましたが、うるせえやつらとアニメ三銃士で音響監督を務めた柴茂治さんにあなたならできると説得され、演じてみるとハマってしまったそうです。本人曰く、ラムとミレディ究極ともいえるいずれの役も彼女たちが口を開けば何も考えずに演じることができていたと語っています。ラム以外では基本的に敵または悪役側のセクシーな美女を演じることが多いです。21位は茶風林さんです。年齢は62歳です。代表作は名探偵コナン、めぐれ警部役、ちびまる子ちゃん、長沢くん役などです。声優としてはアニメやゲーム、吹き替え、ナレーションなど幅広い分野で活動。舞台では自身の趣味であるタップダンスを生かす場面が見られることもあります。中高年のキャラクターや三枚目小悪党などを中心に個性的な役柄を多く演じ、声優界の名バイプレイヤーと称されることもあります。20位はクジラさんです。年齢は63歳です。代表作はナルト疾風伝のオロチマル役、銀玉のオトセ役などです。銀玉の素晴らしさは誰もが知るところだと思います。銀玉に登場するオトセさんは銀玉に欠かせないキャラの一人、芯があって強くてでも女性らしい繊細さや母のような優しさを持つオトセさんは、クジラさんの声とお芝居だからこんなに魅力的なキャラクターになったと言われています。19位は古川敏夫さんです。年齢は75歳です。代表作はドラゴンボールのピッコロ役、ワンピースのポートガス D エース役などです。音域は AF、 自身の声をハイバリトンであると語り、演技に関しては強い男の中に優しさを盛り込むといったような、古川が演じたらどうなるかというプラスアルファの演技を常に心がけているそうです。18位は三谷裕二さんです。年齢は69歳です。代表作はタッチの上杉達也役、ポプテピピックのポプコ役などです。声優としては誇張された女性語、いわゆるおねえ言葉を話す男性キャラクターを得意としていますが、他にも真面目なキャラクターから間の抜けたキャラクターまで、年齢や性格を問わない様々な役を演じています。魔物ハンターヨウコやナースエンジェルリリカ SOS では男性でありながらヒロインの祖母役を演じました。演劇でも舞台版ミュージカル水色時代、ミュージカル少女革命ウテナなどの脚本演出、ミュージカルテニスの王子様などの脚本作詞を行うなど、演出家脚本家作詞家としても活動しています。
本人によれば、まさかの時の三ツ矢頼みという言葉もできたほどだそうです。また声優ユニットバンドスラップスティックの初代キーボード担当として、数々のレコードをリリースし、テレビやライブなどで活躍していました。17位は立木文彦さんです。年齢は62歳です。代表作は新世紀エヴァンゲリオンの怒り言動役、銀魂の長谷川泰造役などです。総合格闘技イベントプライドのナレーターとしても知られています。また世界の果てまで行って Q のナレーションも務めています。アニメ銀魂にて長らく長谷川泰造を演じていましたが、2018年公開の実写版銀魂2世にも奇妙な銀魂ちゃんでは俳優として演じました。16位は小山真美さんです。年齢は68歳です。代表作は機動戦士ガンダムのキシリアザビ役、ブラックラグーンのバラライカ役などです。声種は癖のない新鮮で伸びのあるメゾソプラノ、少年少女から動物役までを演じ分けています。吹き替えではキム・ベーシンガーやシャロン・ストーンなどが持ち役です。15位は上谷明さんです。年齢は75歳です。代表作はシティハンターの冴羽亮役、北斗の拳のケンシロウ役などです。声種は明るく澄んだハイバリトン、声域は GF、 幅広い役どころを持ち、高音から低音まで使い分けています。神谷さん本人によると、最初は少年役から始まり、うるせえやつらで2枚目と3枚目の同居した面堂周太郎役を演じたことが筋肉マンの主演へとつながったといい、その後シティハンターの冴羽役が集大成となったそうです。テアトルエコー時代から人間的に愛すべきキャラクターやギャグを演じたいと思っており、面堂を演じていた時にはあんなかっこいいのにバカだこいつと感じ嬉しかったそうです。3枚目を演じたいという夢は筋肉マンで実現し、もう一つの渋い2枚目を演じるという夢は北斗の拳のケンシロウ役で実現することになりました。14位は奈良橋美希さんです。年齢は63歳です。代表作はクレヨンしんちゃんの野原美彩役、ちびまる子ちゃんの右輪さん役などです。演じる役は女性役が多いが少年役も演じます。日本ナレーション演技研究所の講師としても活動し、教え子に早見沙織さん、内山由美さんがいます。13位は堀川亮さんです。年齢は65歳です。代表作は名探偵コナンの服部平次役、ドラゴンボール Z のベジータ役などです。声種はテノール。演じている役柄に共通するのはお坊ちゃんであり、デビュー当時は透き通るような高い声が特徴的であり、少年役を演じることが多かったです。最初の当たり役になったのが聖闘士聖夜のまどかでした。ブレイク後は様々なタイプの美形キャラを演じていましたが、ドラゴンボール Z のベジータがきっかけで、ベジータに近い存在である敵役が増えました。明るく軽いキャラクターも得意としています。12位は島本澄さんです。年齢は69歳です。代表作は風の谷のナウシカのナウシカ役、メゾン一国の音なし京子役などです。業界に入り30年以上が経っていますが、その割には出演作が少ないと語っており、本人は主演作やメインレギュラーのインパクトでキャリアを印象付けたと話しています。2012年に長女の越川しおりさんが島本さんがレギュラー出演しているそれいけアンパンマンで声優デビューしており、親子共演を果たしています。次期地位は加藤みどりさんです。年齢は84歳です。代表作はサザエさんのフグタサザエ役です。声質はアルト、歌手としてはメゾソプラノ、講師としては日本総合経営協会に所属し講演活動を行うことがある。テレビアニメサザエさんでは1969年10月の開始から一貫して主人公のフグタサザエを演じています。当初加藤さんはワンクール3ヶ月程度で終了すると考えていましたが、予想に反してサザエさんは長寿番組となり、
自身の代表作となりました。2023年2月5日にフグ田太郎役の佐塚貴子さんが死去して以降は初回から出演する唯一のキャストとなりました。10位は井上和彦さんです。年齢は69歳です。代表作はおいしんぼの山岡志郎役、ナルトンの畑かかし役などがあります。声種はハイバリトン。声優としてはアニメガイが吹き替え、ナレーションなどで活躍しています。井上さんは低く落ち着いた声質が特徴。その声を生かした2枚目の役を演じています。初めての仕事はラジオ CM でした。テレビアニメとしてのデビューはマジンガー Z の兵士役で、 UFO ロボグレンダイザーで初めてレギュラーの座を獲得するものの、1回呼ばれただけで降板させられます。この経験について井上さんはとても悔しかったと語っており、アパートの部屋で枕に顔を押し付けて泣いたそうです。それ以来近所の河原に行っては、大変です、 UFO が来ますというその時のセリフを繰り返し発声して練習したと振り返っています。その後一休さんの鉄斎役で初めて名前のある役に抜擢され、キャンディキャンディのアンソニー・ブラウン役を得て、超合体魔術ロボギンガイザーの主人公白銀五郎役で初の主演となりました。9位は戸田恵子さんです。年齢は66歳です。代表作はそれいけアンパンマンのアンパンマン役、機動戦士ガンダムのマチルダアジャン役などです。アイドルから声優へ転身し成功した先駆けと称され、小山真美さんや半恵子さんと並ぶ人気で多く共演しました。声優としてキャラクターの声を当てる際は、アンパンマンだと丸い顔からある程度優しい声というように第一印象を大事にしているそうです。声優でのデビュー作は1979年の眠れる森の美女のオーロラ姫役ですが、本人はセリフがほとんどなく、だから新人でも大丈夫だと判断されたのではという趣旨の発言をしています。ほぼ同時期にはベルサイユのバラにも役名なしで何話か出演しました。アニメで声を収録する際はあまり考えず、インスピレーションを大切にしているといい、キャラクターの動きを見て自然と出たものを信じるようにしているそうです。声色よりもシチュエーションを大事にしており、どういう声を出すかよりもいかに状況に応じて起伏を豊かに出せるか、シチュエーションの中での声にこだわっているそうです。8位は田中真由美さんです。年齢は68歳です。代表作はワンピースのモンキー・ディ・ルフィ役、ドラゴンボールのクリリン役などです。現在でも女優が本業であり舞台に立つことが多いですが、男児のような低めの声を生かしアニメなどで声優業の仕事を精力的に行っている一方で、フジテレビのクイズ・ヘキサゴンなどナレーションの仕事も多くこなしています。代表作では熱血・元気な少年を演じることが多いですが、少年役以外にも声優デビューとなった激走ルーベン・カイザーでは社長令嬢の高木涼子、桜大戦では男勝りでネーゴタイプの桐島環奈、ボノボノでも小姉ちゃんなどといった女性キャラクターの役も稀に演じることがあります。7位は松井直子さんです。年齢は63歳です。代表作は名探偵コナンの鈴木園子役、ワンピースのモネ役などです。声域は中音・高音域、役柄としては気の強い美人役が多く、強烈な個性と力強い声で役柄を作り上げているそうです。自身について役を自分に引き寄せちゃうタイプの役者と述べています。高山みなみさんは名探偵コナン関連のインタビューで、演じている役と本人が一番似ているレギュラー声優さんはとの問いに松井直子さんと即答し、アニメの園子は直子さんの声につられてどんどん変わっていきました。園子の中に直子さんがいる感じですと述べています。6位は早見翔さんです。年齢は65歳です。代表作はブリーチのアイゼン宗介役、ヒプノシスマイク、ディビジョンラップバトルの神宮寺若来役などです。
小学校5年生の冬休みに1週間声が出なくなり、その後1オクターブ低い現在の声に声変わりしました。その声は自分の父親の声とそっくりだったそうです。早見さんと新人時代から仕事をしている川森正治さんは、その声には花があり縁があり秘密がある、作品世界に広がりと大いなる高みと底知れぬ深みをもたらす声と形容しています。小川 B さんは、女性をとろけさすような甘い声が魅力と評しています。演じる役は2枚目の美形キャラ、主人公のライバル的な役、理系悪役を演じることが多いですが、敵味方問わず重要な役割を演じることも多いです。5位は野沢雅子さんです。年齢は87歳です。代表作はドラゴンボールの孫悟空役、ドラゴンボール Z 孫悟飯役、孫悟天役などです。声優業の創成期から活躍しており、青鬼プロダクション創設メンバーの一人でもあります。現在は劇団ムーンライトの主催演出も手掛けています。今までやった役でどの役が好きですか？という質問には、自分が演じた役はどれも可愛いとしつつも、強いてあげるならゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎、銀河鉄道999の星野鉄夫、そしてドラゴンボールの孫悟空の3つと語っています。この3作は全て原作者によって選ばれた役です。2012年時点では、今はどこまで続けたい、何歳までやりたいという目標はなくて、私はいつもギネスブックに載るまで続けると語っていましたが、2019年には最低でも100歳まで現役でいたいと発言しています。4位は菅生隆之さんです。年齢は71歳です。代表作は東京東京グールの吉村役、宇宙戦艦ヤマト2199の沖田13役などです。舞台やテレビドラマなどの出演のほか、洋画の吹き替えやテレビアニメなどの声優としても活動しています。トミー・リー・ジョーンズの吹き替えは当初映画のみの担当でしたが、サントリー缶コーヒーボス、レインボーマウンテンの CM、 宇宙人ジョーンズの地球調査シリーズでジョーンズが演じる宇宙人ジョーンズの吹き替えを前任者の谷口節さんの逝去に伴い、2013年4月放送の大相撲編から引き継ぎで担当し、2024年2月放送の聞き覚えのある声の旅人編では菅生さん本人が顔出しで出演しました。本人曰く、吹き替えは自分にオファーが来た役を演じるというスタンスであるそうです。また吹き替えという仕事に臨む姿勢については、吹き替えも舞台も演じるということでは一緒なんです。だから人間を演じたい、そこにちゃんと呼吸している人がいる、そう思ってもらえる吹き替えをやれたらいいなと思いますね、と話しています。3位は古谷徹さんです。年齢は70歳です。代表作は機動戦士ガンダムのアムロレイ役、名探偵コナンのアムロトール役などです。声優としては多数のアニメ、洋画、ゲーム、CD ドラマに出演しており、ナレーション、ラジオのパーソナリティも務めるなど幅広く活躍しています。役柄としては主に大ヒット作の主人公、正義感が強いヒーロー的な役を演じています。巨人の星では作中、年齢に近い星ヒューマを15歳の古谷さんが演じ、大きな反響を引き起こします。その後はアムロレイ、ペガサス星矢など数々の男の子向けアニメでかっこいいヒーローを演じました。高橋留美子作品では常連の一人では、自身が主演を務めた1ポンドの福音をはじめ、うるせえやつら、犬夜叉などアニメ化された高橋作品に数多く出演しています。また任天堂のゲームキャラクターマリオの声を1990年代頃まで各種アニメ、テレビ CM で担当していました。ナレーション業としてはカーグラフィック TV を1986年から担当しています。東海伝説赤城、闇に舞い降りた天才、機動戦士ガンダム00などのアニメ作品のナレーターを担当することもあります。2位はタラコさんです。年齢は63歳です。代表作は
ちびまる子ちゃんのまる子役、マジカルタルルトくんのタルルト役などです。ちびまる子ちゃんのオーディションで主役であるまる子に選ばれたのは、たらこさんの声が原作者のさくらももこの声とそっくりだったためだそうです。またたらこさん自身も同アニメで脚本を担当しています。声だけでなく顔についてもさくらももこに似ていると言われたことがあるそうです。たらこさんは2024年に入り闘病しながら仕事をしていましたが、3月4日に63歳で亡くなられました。1位は山寺宏一さんです。年齢は63歳です。代表作は新世紀エヴァンゲリオンの梶良次役、それいけアンパンマンの名犬チーズ役などです。声種はバリトン。声の仕事をはじめ俳優としてテレビドラマ舞台へ出演するなど幅広い分野で活躍、洋画の吹き替えに数多く携わっており、ジム・キャリーやエディ・マーフィ、ウィル・スミスといったハリウッド俳優の吹き替えを担当、子供向けバラエティ番組オハスタの MC を18年半にわたり担当しました。新人時代の山寺さんの演技を見た野沢雅子さんは、この子は絶対伸びると評価していました。巧みに演じ分けることからカメレオンのようと形容されることもあり、押井守さんは、彼は8通りの声を出すし二重役を演じ分けてみせるんだよ、そのあまりのうまさが逆に彼の欠点となる、山寺自身の声が印象的ではないから山寺の声を記憶できないんだよねと評しています。2021年9月に行われ300人が投票に参加した好きな男性声優ランキングでは2位を獲得しました。その実力はハリウッドでも高く評価されており、一例としては山寺さんの持ち役である俳優ウィル・スミスは自身の声を吹き替える山寺さんの演技を見てからは、僕も君のように演技しておけばよかったと思うこともあると絶賛しており、自身の吹き替え声優として大きな信頼を寄せていることを明かしています。いかがでしたか？今回は実は60歳以上と知って驚く声優をランキング形式でお伝えしました。厳しい世界と言われる声優業界で長年変わらぬ声で活躍されている声優さんに勇気や元気をもらった人も多いはずです。これからも変わらぬ声で活躍していただきたいですね。今後の声優の活躍にも目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。